西和田ドリームプラン、略してドリプラを、開催したいと思います。西和田でやりたいことの夢を語っていただきます。その夢にもしこの中にいらっしゃる皆さんが、あ、これ面白そうじゃんとか、ちょっとそれ乗っかってみようかなっていう方は、ぜひこの発表者たちとつながっていただきたいと思います。そしてつながることで、この夢がもしかしたら本当に実現するかもしれないっていう企画です。今日は私の夢の話をします。殺されるはずだった動物たちの命をもう一度輝かせるという決断です。そう、私は殺されるはずだった動物たちに生きる価値をもう一度与えてやりたいんです。あとはそれらを継続的なもの、価値を底上げします。町のイベントやお祭りを通して触れ合うイベントを開く。皆さんこんばんは。私たちは西和田高校から来た豊村真由と庄司遥です。私たちが一番実現させたいのが、丸三の西和田のすべてを結集させた施設を作るという案です。私たちは西和田の温かい地域感を大切にしたいと考えています。西和田町に、2年前から関わって、今年の4月から住んでいるわけですけど、やっぱり住んでいて非常にいい町だなということを感じていますが、その一方で何かが足りないと思ってます。困る人の数だけたくさんのことが分かるような場所っていうのを作れないかなということで、タイトルの旧沖本邸を宿泊できるマルチスペースとして活用するということを考えています。そこにフラッと来てフラッと居続けてもいいし、そこでフラッと来た者同士が出会える、そういうなんかその人なりの使う人なりのペースが生まれてくるような場所というのを作れないかなというふうに考えています。僕の夢は西和田町の市民から新たな産業を作るということですね。木材という資源が今眠っている状況なんですけれども、町の主な産業としてはやっぱり農業だったり観光業、温泉、旅館というところが、若い人の働く場所を作って、その後、自分たちがちゃんと暮らしていけるような、地場を作っていくっていうのが僕の夢です。私が考える夢は西和田大学を作ることです。この夢を考えたきっかけは、西和田町内の人を交えて西和田のこれからについて話し合った機会に来た西和田町を教材化するということです。私たちの考えた学部は地方行政学部、観光学部、農林学部、演劇学部です。演劇を通した地域づくりや教育活動なども学べると考えます。町内劇場、町民劇場やいろんなものを自分の邪魔者扱いして都合のいいものだけ選んでいくというような、今人間のそういう価値観になりつつある中で、もう一度そこを掘り起こして、全てのものが価値があるんだっていうところを言ってくれたような気がいたします。僕が個人的にこの中で一番賛成なのはですね、図書館を置くっていうの本をですね気軽に読めて、でいろんな価値観を若いうちに醸成できるような施設というのは非常に大事かなと思います。この施設に近いものが実は、私の NPO で今作ってやってまして、ホルダーパークって言います。産直あり、カフェあり、ダンスあり、カメラもあって、いろいろなことをやってるので、ぜひ見に来ていただければなと思います。この夢をですね、実現するためには誰と連携をすればいいのか、どんな人と話し合いをすればいいのか、そういうのですね、今までの発表者を含めてですね、検討していただければ、森さんの夢もですね、ぐっと近づくのかなというふうに思いますので、やっぱり木材が売っても赤字なんですが、なかなかそういうことで、ずっと木材が低迷してきたんですが、ようやく明るい兆しが見えてきたなというのは今です。ということからすれば、その西和田高校でこう学んでいる人たちは日々こう恵まれているわけで、そこをこう今関連者はきちんとこう認識した上で発表してるなっていうことを感じたもんだから、すごく感動したということです。届きますので、大切なものですが、19
表しても構いません。共感できた、分かりやすかった、実現できそう